おはようございます。どうも、あいちです。3月11日の朝、4時に目が覚めまして、日付変わった瞬間起きてようと思ったんですけどね、見事に寝落ちしてしまって4時に起きたんですが、たくさんの方から、おめでとうのリップをいただきました。本当にありがとうございます。で、誕生日イエーイみたいな動画を撮りたかったんですけど、ちょっと皆さんのメールを読んでてですね、メールとかリップとかメールを読んでて、こうちょっと伝えたい気持ちが溢れてきたので今動画を撮らせてもらってます。ちょっと真面目な話になってしまうのであれなんですが、よかったらね、最後までお付き合いください。で、まずは本当にね、いただいたリップとメール全部読ませていただきました。わざわざ動画を作ってくださったりとか、あと手紙をね、手書きで書いてくれて、それを写メを撮って送ってくれたりとか、本当にみんなからなんだ、優しさというか愛をね、感じることができて、もうなんか毎年思いますけど、毎年ね、送ってくれる方がどんどん増えているこの状況は、すごく幸せなことですし、自分27歳で YouTube 始めたんですけど、で、今年も33で6年経ちまして、こう、27歳の時の自分が、そう、33歳の時にこうなってるなんて、みじんも思ってないような生活が今、ここにもあって、で、そこに至ったのは、もちろん自分自身が頑張ってきたっていうことも、もちろんね、それは自分を褒めてあげることもあると思うんですけど、でもやっぱり支えてくれてるみんながいたからこそ、ここにいると思ってますんで、改めて本当にありがとうございます。で、もう一個は、やっぱり今日はね、今日の7年前、震災が起こった日です。自分はその日が誕生日なんですけど、ちょうど。で、当時7年前、のね、震災があった日、自分はまだ塾講師をやっていて、ちょうど震災が起こった時間は、同じね、社員さんと、教室で、塾の教室で、授業の準備をした時だったんですね。で、まあ、群馬と、まあ、東北は離れてますけど、それでも埼玉か、まあ、めちゃくちゃ揺れて、で、もう、大変だったんですよ。うん、やっぱり、こう、いろんなテキストはガタガタ落ちてくるし、パソコン倒れないように押さえたりとか、そう。で、それを揺れが終わった後に、外に出て何だったんだろうって見た時の、空がすごい禍々しい色だったんですよね。なんだこの空っていう。本当にあんな空は見たことないですし、今まで。で、その色というか、禍々しさは今でも鮮明に覚えてるぐらいな印象で。で、その後に、こう、いろんな情報がネットに駆け回って、で、家に帰って、塾終わってから、家帰ってから、ニュースを見たら、ものすごいことになっていて。で、自分は当時ですね、塾を辞めようかどうか迷ってた時だったんです、時期的に。で、辞めて自分の教育もっとできることがあるんじゃないかっていうのをすごく思ってて、で、どうしようかな。でも、やっぱり仕事を辞めるっていうのはすごく不安なことで、どうしようかなって悩んでたんですけど、ただその震災があった時に、まあ自分はその日に生まれたのもね、まあわかんないですけど、なんか、お前が頑張れよって、お前が何かしろよっていうのを言われてるのかなと勝手に解釈をして、で、まあそれが決め手になったわけではないですけど、でも、やめろと。自分が教育でできることがあるんじゃないか。で、そのやめてからまだ YouTube に至るまで1年ぐらいちょっとタイムラグがあるんですけど、で、そこまでにいろんなことを考えて、で、YouTube っていうのを思いついた時に、ここに動画を上げることで、今ね、今被災している子たちには届けることはできなくても、震災のショックとか、家族をね、亡くされた方のショックで子供たちの心理的、なんだろう、ストレスとかで学校に行けなくなる子もいたりとか、で、いろんな専門家の方が数年経った時にそういうのが影響が出て、例えば勉強ができなくなってしまう子も出てくるんだみたいなニュースを見てて、今、撮ってすぐ届けられなくても、それが残すことで数年後、例えば学校に行けなくなってしまっても、でも勉強はしたいって思ってる子たちが家で勉強できるようになるかもしれない。勉強に身が入んない子とかの、なんか背中を押すことができるんじゃないかと思って、一個の、まあ、YouTube を始める要因として、その、震災っていうこともありました。もちろんまだね、復興は全然完了してるわけではないですし、まだまだこれからなんですけど、自分にできることっていうのは、ね、現地に行って歌を歌うことはできないですし、何か、こう、行くことで誰かを励ませるっていうこと、すごい、そういう影響力のある人間ではないので、そういったことはできないんですけど、でも自分は教育っていう、人に何かを教えるっていうことだけは、頑張ってきたと思ってますんで、これからも、それで、ね、その教育っていうとこしかできませんけど、それを頑張ることで、まあもちろんね、被災された方だけじゃないですけど、
その学生と子どもたちにの何かができればいいなと思ってます。で、実際にありがたいことに、一昨年ぐらいからかな、ちょこちょことその被災されたその学生本人もそうですし、あと保護者の方から、ありがとうございますっていう連絡をね、ちょこちょこいただけるようになったので、まあ、やっててよかったのかなとは思うんですけど。で、最後にですね、こっちもね、ちょっと伝えたいことなんですけど、まあ、自分が、自分は10代の時、まあ、20代前半もそうですね、大人になりたくないっていう人間だったんです。あんまり身の回りに楽しそうに生きてる大人の人がいなくて大人って嫌だなとかって思って生きてたんですけど、あとは将来が明るい将来が全く見えなくって、大人になってもつまんねえんだろうな、辛いんだろうなとかって思って生きてたんですけど、でも自分が最初にも言いましたけど、33歳、まあ、30代になった時にこんな風な人生を送ってるなんてみじんも思ってなかったですし、今ね、その将来のことが不安だったりとか、大人になりたくないなと思ってる子もいると思うんですよ。でも、こう、みんなが思ってるほど、将来こうやってね、長く生きてって、なんか絶望する人生を送るわけではないですし、まあ、やっぱりそれなりの努力は必要になりますけど、でも、その努力をしていくことによって、いろんな人との縁があって、つながりができて、で、自分が思っても見なかったような場所にたどり着けるんですよ。だから、今、こうなんで頑張んなきゃいけないんだろうとか、そういうね、いろんななんかモヤモヤした気持ちがある方いっぱいいると思うんですが、できることならば、まあ今ね、学生はどうしても勉強っていうところ、まあ部活とかもね、スポーツもありますけど、そういうところがメインになってしまうんですが、今は辛くてもそこを踏ん張って乗り切って、で、足を止めずに歩みを進めていった先には、必ず何か違う世界が、今まで想像しなかったような未来が待ってると。まあ自分自身はそういう人生を送ってきたので、だからなんか諦めずにというか、人生を悲観しすぎずにこれからも生きていってもらえたらなと思います。本当になんかちょっとこうメール見てわーって高ぶったまま撮っちゃったんでまとまりきらないんですけど、本当にありがとうございます。33歳になりましたけど、もうね、おっちゃんに片足か両足か突っ込んでる状態にはなりますけど、それでも今できることをこれからもね、一個ずつやっていきますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。本当にありがとうございました。